インターコンチを狙う新たな刺客。11月大阪、井伏浩太と魂の戦いを繰り広げ、その生き様を見せた第16代王者棚橋Hiroshi。だがそこへ姿を現したのは、この男はジェイ・ホワイト。無期限海外遠征に出ていたかつてのヤングライオン。この恐れ知らずの挑戦者に棚橋は、帰ってきたらスターへの道が開けてるみたいなね。一回この流れは止めてもいいな。みんなでプロレス 1.4